とまです。すごいでしょう。今日なんですけれども、僕がですね、今までたくさん使っていた中で一番好きな水拭き掃除機のメーカーさんのティネコっていうメーカーがあるんですけれども、そちらの今年出たばっかりの最新機種のレビューをさせていただこうと思います。はい、こちらになります。そこそこでっかいんですけれども、水拭き掃除機になります。で、モデル名がフロア1スイッチ S6 っていうモデルになります。でね、これね、めちゃめちゃすごくて、進化したポイントがね、ざっくり僕の中でまとめると4つぐらいあるんですけれども、これ実際見ながらですね、まあ僕も使ってみて、まあ感想も含めて解説をさせていただければなと思いますが、でですね、まずこの水拭き掃除機って何なのっていうところから簡単にご説明をさせていただくと、通常のスティッククリーナーって、まあ基本的に乾いたホコリとかを吸うだけじゃないですか。それがこのタイプのスティッククリーナーになると、水を出して強力にこすって当然汚れた水が出ます。それを強力に回収するんですよね。なので、まあ例えばフローリングとか台所、汚れるじゃないですか。そういうのもすっきりと落としてくれると。で、ついでに乾いたものも回収できるので、本当にね、いろんなところで使える便利な掃除機になります。で、この最新モデルなんですが、スペックがこんな感じです。まあ、まずね、重量の部分なんですが、まあ重たく見えるかもしれないんですが、水拭き掃除機ってどうしても水撒いて回収するタンクなどがついてるので多少重たいんですが、その中でもティネコってね、コンパクトなんですよね。上位モデルとか特になんですけれども、他のメーカーのものを調べると分かるんですが、だいたい6キロ台なんですよ。で、僕が調べた感じ、これ最軽量モデルなんじゃないかなというところで、非常に軽くて、で、さらにですね、駆動時間、バッテリーもね、非常にいいもの積んでいて、長いです。水拭き掃除機で35分、まあ十分でしょうということと、ドライって書いてるの何っつったら、スティッククリーナーとして付け替えて使うこともできるんですよね。これがすごいところなんですけれども、これが1時間以上使えるよっていうのが、まあバッテリーの凄さがよくわかると思います。例えばダイソンとかのね、上位モデルだったらこれぐらい動くものもあるんですけども、それぐらいのバッテリーを積んでますよっていうことと、あとはヘッドの部分は自走式、勝手に前に進んでいくので非常にかけ心地がいいですよっていう感じのヘッドで回転して水も撒けるみたいな感じの、まあいわゆる無敵の掃除機っていう感じです。ではですね、早速中見ていこうと思います。はい、オープン。はい、開けるとこんな感じに収まっています。取説がまず入っている、はい、これがスタンドの下の部分かな。フィルターかなりふわふわ優しめだから、床面は傷つけないでしょうね、この材質だとっていう感じです。はい、スティックの持ち手の部分ですね、まあここにボタンがついていてっていう感じです。かなりね、高級感はありますね。で、これがおそらくスティッククリーナー時のパイプの部分になると思います。まあいろいろ付け替えて使います。後で見ていこうと思います。はい、で、これがハンディで使う時の、コーナーノズルとブラシノズルがこう一体型になっているものです。作りは高級感しっかりしてていいんじゃないかなっていう感じはします。で、これは中の清掃用のブラシが付いているっていう感じです。上面が以上。はい、続けてが本番ですね。中の本体部分になります。手前からいきます。これがスティッククリーナー時のヘッドかな、うんですね。水拭きではないですね。で、これね、 V 字カットになってるのすごいなと思うんですけど、これね、あの基本的にこういうとこで絡まったり髪の毛とか絡まっても真ん中に行くような仕組みになるんですよ、こう V にやると。なのですごい考え込まれてて、まあいいヘッドだなっていう感じはします。硬いやつと柔らかいやつがセットになっているので、フローリングからカーペットまでそこそこ清掃能力高いんじゃないかなっていう、もうこの時点でわかりますね。で、タイヤがついていてっていう感じです。かなり高級感あるかなと、ちょっと重ためかなっていう感じはしますね。で、これもスティッククリーナーとして使う時の、あのなんていうか、ゴミを溜めるサイクロン部分になるかと思います。はい、これが水拭き掃除機の、まあ、本体の部分になりますね。はい、で、これね、前作とまあ基本的に作りは同じかなって感じです。綺麗なお水を入れる、まあ、洗剤も入れて OK って感じですね。で、こっちに汚れたお水が回収して入るという感じと、このヘッドの部分は、まあ、裏どうなってるかというとこんな感じです。はい、ここで擦って、まあ、ここでなんていうかせき止めて水を吸うみたいな感じの構造になっているっていう感じです。うん、まあかけ心地とかはちょっと後で見ていこうと思います。はい、スタンドの一部かな。はい、布団クリーナーも入ってます。ていうか多すぎるんですよね。すごいよね、豪華すぎる。
はい。で、ここがコア部分のバッテリーとモーターがね、多分入ってるやつ、パーツなんですよね。で、これを色付け替えることで、ハンディになったり、水拭き掃除機になったり、スティッククリーナーになったりという感じで乾燥ができるんですよね。ちょっと塩梅は後で見ていこうと思います。スイッチがこんな感じで付いているという感じです。はい、専用洗剤ですね。はい、最後は、すごいね、がっしりとしたスタンドがついています。まずですね、組み立てて充電からしていこうと思います。ここでそのままコンセントに挿して挿せばそのまま充電もできるという感じです。はい、まずですね、水拭き掃除機の組み立てですね、非常に簡単です。まず、これですね、を差し込む。はい、まず差し込みます。これね、一回つけると、外しづらいです。ここにドライバーでぶっ刺して引っこ抜かないと外れないので注意ください。で、続けてこのバッテリーですね。バッテリーをなんかそのままスライドしたらつくって書いてあった。あ、こうか。はい。これで以上になります。で、さっき出てきた謎のパーツがあったんですけど、これをまず装着するそうなんですよね。グググッと入れて、ここでロックをするって書いてありました。あ、なるほどね。なるほどね。これでなんか多分水でクリーニングしたりすると思うんですけど、この状態で、はい、こんな感じで充電ができるという感じ。で、今 48% バッテリーがある状態です。で、取説見た感じだとですね、だいたい 4,5 時間で満充電まで持ってけますよとなっております。ちょっと充電してから使っていこうと思います。1時間半ぐらい今充電して、今 71% ですね。まあ、反対から見るんですけれども、になったので、まあ、十分検証はできるでしょうということと、裏側ですね。で、まず清水タンクにお水を入れていきます。これで外して、このマックスって書いてるところまでお水を入れます。はい、こんな感じ。ちょっとマックスよりは低いですけど、続けて洗剤も使っていこうと思います。まあ、こんな感じで、ティネコさんの専用の洗剤なんですが、まあ、成分についてですね、一応これ専門のチャンネルなので簡単にご説明させていただくと、この2番の方ですね、メチルオキシランですね。ちょっと聞き慣れないですけども、調べた感じだと、この成分に関しては、まあ、油の除去に関して高めてくれる。まあ、大体こういう床の汚れって、素足とかで歩いた、まあ、皮脂汚れが、まあ、メインの汚れになるので、まあ、そこに効果がありますよっていうものと、成分を安定させる効果があるそうです。で、気をつけないといけないのが、まあ、ここにも書いてるんですけれども、目に入ったり、まあ、皮膚に触れちゃったり、飲んだりっていうのは気をつけてくださいねっていうことと、これですね、ベンジソチアゾリノン、うん、読みづれ。これに関しては、抗菌除菌の作用がある成分になります。基本的には安全とされてるようなんですけれども、一部ね、アレルギーになる方もいるそうなので、そこの部分も少し注意が必要かなっていう感じです。で、これをですね、キャップ1杯入れて使うそうです。で、さっきの説明聞いた上でちょっと不安だなって方に関しては、例えばなんですけれども、直接混ぜないで、これだけスプレーに入れて、拭いて、こっちは水だけにして、まあ、要はすすぎ洗いをしながらやるっていう方法もあるので、まあ、よく仕事でそういう風に説明してたんですけれども、まあ、ご検討いただければと思います。では、キャップ1杯入れていきます。はい、入りました。はい、では、早速起動していこうと思います。ちなみに、これ、スタンドで直立してる状態だと、止まっている状態だそうです。で、これをカコンと落とす。そして、スイッチを押すのかな？で、オート。マックス。これが最大。これが、床面の状態に合わせて清掃するそうです。じゃあ、動かしていきます。ちょっとさっき洗剤こぼしちゃったので、伸ばしていきます。まあ、こんな感じでお掃除ができますよっていう感じです。で、これね、さっきも言ったんですけど、自走式、勝手に前に進んでいくので、もうほぼ力いらないです。はい。やっぱりね、この手の製品いっぱい使ってきましたけど、なまら軽いっすね。こんな感じでお掃除ができる。で、今、拭いたところですね。
多少湿ってますけれども、まあ、しっかり回収できてるんじゃないかなと思います。あ、ちなみにさっきの洗剤なんですが、香りがね、フローラルな洗剤っていう感じの香りになります。ではね、家中がっつり掃除をして、まあ、どれぐらいですね、お水が汚れるかなっていう感じ。ちなみにこの床なんですが、2週間ぐらい床拭きはしてないです。掃除機はかけてますけれども。なので、まあ、どれくらい汚れが取れてるのかっていうのをちょっとまず検証していこうと思います。まあこの自走式の動きに合わせてっていう感じですかね。まあこういう廊下とかがね、やっぱり一番汚れますよね。まあ1分もあればすっきり乾いてるかなっていう感じ。めちゃめちゃサラサラになってますね。清潔感やば。今ね、多分8分ぐらい使ったかなっていう感じなんですが、まあバッテリーはそんなに減らないかなっていう感じです。じゃあ汚水タンクどうなっているのかを見ていきます。あ、いいっすね。見てください、これ。まあもちろんね、そこまで極端に汚いってことはないんですけれども、やっぱり、まあ床にはこれぐらい汚れはあったっていうことですね。清潔でいいと思います。汚れも浮かんでますよね。で、これホコリとかも一緒に取れちゃうので、まあ普通にスティック掃除機をかけるぐらいの感じでやってもらえればいいんじゃないかなと思います。ではね、実際に清掃能力どんなもんかっていうのを次見ていこうと思います。一回これ捨てていきます。はい、続けてなんですけれども、ちょっと食べ物で申し訳ないんですが、豆乳巻いた上でちょっと卵を巻いて、これをどれくらい吸えるのか、ちゃんと掃除ができるのかというのと、拭き残しがないかどうかっていうのの検証していこうと思います。で、ちょっとコメントでね、なんかこんなのやる意味ないんじゃないかみたいなコメント結構来てたんですけれども、これ結構大事なんですよね、機能を見る上では。この手の製品って。まあ仕事でも僕よくこういうデモンストレーションやってたんですけれども、これね、ダメな機械だと、そもそも汚れ残っちゃったりとか、拭き残しが出ちゃったり、広げちゃったりみたいな感じで、結構性能出るんですよ、これやると。なので、まあこれでちょっとスッキリできるかどうかっていうのを見ていこうと思います。じゃあ行きまーす。あ、もう、すべすべです。卵のぬるぬる感はもうないですね。まあ、拭いても、まあ、汚れもほぼ残ってないかなっていう感じ。まあ、清掃能力ね、ティネコは高いっす、正直。で、まあ、これが拭いてない部分ですね。はい。次ね、醤油もちょっとやってみようと思います。これね、拭き残しがあると、拭いた時に色残るので、一発なんですよね。いきまーす。まあ、ちゃんと吸えてるよね。うん。まあ、醤油の色も、まあ、ちょっと出てますけれども、ほぼ取れてるかなっていう感じですね。はい、続けてですね、付属していたこちらのセットも続けて見ていこうと思います。で、さっきあったパイプでしょ?で、スタンドのヘッド部分。まあ、スティッククリーナーで使うセットですね。で、サイクロンのカップの部分に、ここだ。ここの部分をカコンとやると外れます。そして、ここに引っ掛ける。ちょっと片手じゃできない。はい、こんな感じでスティッククリーナーに早変わりします。はい、まずスティック掃除機の重量を測っていこうと思います。まず僕が普通に乗ります。ちょっと恥ずかしい。服着てる状態で 76.4。はい、続けて掃除機を持ってる状態で、はい、これぐらいの重さ。ですね、ざっくり、2.2kg ぐらいの重量のスティッククリーナーになるっていう感じです。まあ、こう思った時ね、まあ、多少の重量はあるんですけれども、まあ、ただ、なんだろう、そんなに極端に重たい気になるなっていうほどではないかなっていう感じです。で、電源がここ。こんな感じで動く。自走式ですね。前に進んでいく。で、ライトがついてる。何気にライトついてるね。いいね。ちょっと暗いところ行ってみます。あ、結構明るく照らせるね。光源強めです。小回りどうだ?まあ、小回りも悪くないですね。まあ、ちょっと引っかかる感じがなくはないですけど、まあ、全然使えるレベルだと思います。ゴマ巻いてみた。じゃあ、ちょっと吸っていこうと思います。さあ、どんなもんだ?なんかめっちゃね、バシバシいってる感じが、するんですよね。まあ比較的スッキリ取れるんじゃないかなっていう感じ。
こんな感じですっきりとゴミも取れました。はい、このチャンネルといえば角の汚れですね。どれくらい取れるか見ていこうと思います。あのねめちゃめちゃ清掃能力高いです。文句なしですね。はい、それではカーペットの清掃もやっていこうと思います。まあこれぐらいの毛足のカーペットならもう全然あの吸い継ぐ感じもなくスムーズに前に進んでいくかなというのと、やっぱり光源がすごい明るくて使いやすいよねっていう感じ、あとバシバシ叩いているので、まあ絶対清掃能力高いんじゃないかなっていうのが率直な感想になります。はい、ではゴミどんなもんか見ていこうと思います。まあこんな感じで取れているのと、プラスここにね結構ごっそりくっついてるんですよね。やっぱり清掃能力が高いんじゃないかなっていう結果ですね。はい、続けてハンディとしても使うことができます。まあこんな感じで、まあサッシのところの清掃に使ったり、まあ吸引力が強いですよね。まあブラシを使いながらこうやって書きながらやったりもできます。こういうテレビの縁の部分のホコリ取りとか、額縁の上のところとかもお掃除できていいですね。まあ重さはね、まあめちゃめちゃ軽いってことではないんですけれども、まあ全然使えるかなっていう感じです。はい、続けて、布団クリーナーとしても使える、あ、めっちゃ叩くやつですね。こういう感じのアクセサリーもついているので、おめっちゃ回ってる。まあこんな感じで、布団もバシバシお掃除すると、まあホコリが取れていいんじゃないかなという感じはします。はい、最後のバージョンがこれだ。さっきの粉ノズルをこの形状で使うことで、まあ天井ですね。まあ天井の例えばこういうコードのところのホコリとか、あとこういう額縁の上とかね、手届かないですよね。あと電気。ね、この裏側とかね。まあ可能な限りにはなりますけれども。はい、こんなところとか、あとエアコンね、今の時期ね。エアコンの上。これあれだよね。ちょっとひん曲がってやるとジャストで吸えるよね。こういう上のこういうとことか。で、さすがにこの高さだとね、ちょっと重たいかなっていう感じはしますね。はい、ここを押すとセルフクリーニングが始まります。今ね、加熱セルフクリーニングってこのナビゲーションが言ってたんですけれども、まあこんな感じで擦って、吸い取って、まあ、すごい汚いですよね。やります。で、加熱セルフクリーニングって何っていうのがこれの結構ね、大事な進化のポイントになるんですけれども、70度の温風が出るそうです。それで、だいたい5分で全部の通り道、まあ汚れた水が通るところってすごい匂いの原因になるんですけれども、そこを5分で乾燥してくれるっていう、すごいね。すごいね。温風が出るっていうね、こういう機能が搭載されてますよっていう感じです。あ、ちなみに今セルフクリーニングやったからかもしれないですけど、水は結構使っちゃった感じですね。これすごいのに気づいたんですよね。ここの外側とこっちのケースが完全に密閉されるようになってるんですよ。なので、まあ水が漏れることもないですし、多分乾燥するときも密閉乾燥できるので効率的なような仕組みになってんだなっていうのが、ちょっと後になって気づいたんですけど、いや、すごいね、作り込まれている。ただ、ちょっと入れるときにね、ここしっかりはまってるかどうかっていうのは確認してから、セルフクリーニングやった方がいいですね。はい、オートクリーニング完了しました。だいたい5分くらい経ったんですけれども、ですね。あ、で、ついでに待ってる間に、汚水タンクのものは、流してきました。で、あ、あったかい。すごくあったかい。あー、なるほどね。乾いてますね。すごいね。5分で乾くんだね。まあ、ちょっとね、湿ってるといえば湿ってるんですけど、こう触った後にこうやってやってもサラサラしてるので、いや、優秀だね、っていう感じです。はい、お疲れ様でございました。ティネコの最新モデルをレビューしてきました。なかなかお腹いっぱいな感じですよね。うん。ただ水拭きの清掃ができるだけじゃなくて、スティッククリーナーからハンディーから布団クリーナーからもう幅広すぎるというところで、まあ、めちゃめちゃ使える掃除機なんじゃないかなと思います。で、まあ、全モデルと、まあ、かなり近いところではあるんですけれども、まあ、基本的に清掃能力は申し分なしかなっていう感じです。セルフクリーニング機能もめちゃめちゃ優秀ですし、まあ、これはね、やっぱり水拭き掃除機の中だと最高峰の一品なんじゃないかなというところで、まあ、今後もですね、こういう清掃機器出てきた場合は、まあ、極力レビューして皆さんのお役に立てればなと思っておりますので、ぜひですね、今後ともよろしくお願いいたします。では、この動画参考になったって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。